今回は三角形の重心について一緒に勉強していきましょう。まずは解き方の手順、キーポイントですね。三角形の重心の性質とあります。重心は中線ですね。中線というのは何かというと、各辺の中点と対角を結んだ線の交点になります。ですからこれで見ると AQ とありますね。 Q というのは BC の中点ですよと。それから BR があります。 R というのは AC の中点ですよと。で CP がありますね。 P というのは AB の中点ですよというのを示しています。この3つの辺の交わったところが重心 G になりますね。で G の特徴なんですけども、こちらですね。AG と GQ は2対1、それから BG と GR も2対1、 CG と GP も2対1ですね。この2つ内容を押さえてください。では一時停止ボタンを押して暗記しましょう。はい、どうぞ。では実際に問題を解いてみましょう。空欄がありますね。自分でどれだけできるか確認してください。では一時停止ボタンを押して計算してみてください。はい、どうぞ。では実際に問題を解いていきましょう。最初ですね。点 G が重心です、ね。この図において G は重心です。じゃあ AD は辺 BC のどんな線かと。この AD と BC の関係ですね。答えは中線になりますと。この中線というのは BC を2等分しますよと。いう線のことですね。じゃあこの BD と CD ですね、この関係はどんな関係か。もちろんイコールですね。したがって CD というのは5になります。この BD と CD の長さが一緒で、こちらが5ならこちらも5ですね。では次です。 AG と GD ですね。この AG と GD ですね、何対何か、これもキーポイントでやりましたね。比は2対1です。では実際に式を作りましょうと。この AG の長さが4ですので、式はこうなりますね。AG が4です。で、あとこれ解くだけですね。解くと2になります。この比の計算ですので、外外なかなか書けますよというのは大丈夫ですか？で、それを解くと GD が2になります。では次、カッコ2ですね。同じように考えましょう。点 G は重心です。こちらですね。この G は重心です。で、この場合のこの BE と AC の関係ですね。どうなるか。答えは中線ですね。では、ここです。次になりますけども、この AE と CE の関係はどんな関係か。もちろん等しいですね。ですから CE の長さは4になります。こことここの長さは同じですよと。では次ですね。 BG と GE ですね。この BG と GE ですね、この比は何対何か。答えは2対1ですね。これもキーポイントでありました。で次ですね、この BG を仮に X と置きましょう。ここです。そうするとどんな式になるかですね。答えはこうなりますね。ここが X です。全体が Q です。じゃあここの GE の長さはどうなるか。 Q から X を引いてあげてください。ここですね。 Q-X ですね。それであと比は2対1ですね。でまたこれなかなかと外外をかけて解くと答えは6になります。今回はここまでです。ありがとうございました。